じゃあ。今日はごちそうさまでした。いえ。今度は一緒にハンバーガー食べたいな。おいおい。ダメ？いや、だからさ。じゃあ、今度の日本史の試験で100点取ったらご褒美にデートっていうのは？そしたら先生に教わったところ、めちゃくちゃ頑張っちゃう。だからなんでご褒美はデートになるんだよ。大体なんで僕が。もう、先生も教育者の端くれでしょ。先生は純真な学生のまっすぐな夢を潰すのかい。それでも教育者かい。わかったよ、わかった。やったやったやった。はい、じゃあ気をつけて。先生も。はいはい。先生。ん？待ってるから言ってね。何を？先生が私の年を気にしなくなるの。まあその間は遊びなら他の女と会っても許してあげるよ。